はい。山本一郎でございます。こんにちは。皆さん、チャンネル登録とコメントのよろしくお願いします。ということで、今日話をしたいなと思ってるのはですね、こう、早稲田のビジネススクールで木娘のしゃぶ付けっていう扱いをして、その問題になったことについてね、ちょっと話をしたいなと思ってるんですけども、あの、まあ、実際ね、こう、その吉野ホールディングスですか、まあ、社外取締役をそのままあ、解任させられたりとか、で、早稲田もそのまあ、あの、講師としておろされたりとか、で、さらにその顧問先だったね、アクセンチュアからまあ、なる意味契約切られちゃったりとか、非常に重い対価を払うことになってしまったなというふうに思うわけですよね。 であの実際マーケティングのことをある程度知っていたりとか、まあ、いろんな会社さんに出入りをしている側からするとですね、まあ、あのぐらいの発言って応援してあるわけですよね。あのまあ、そういった点で油断したのかなというふうに思うわけですよねあの。一般の人たちそういうは冗談が通じないとかではなくていわゆるそのコンサル業界の文脈コンサル業界特有の言葉の運び方みたいなことを知らないとですねんやねんと言わせたわけですよね。で実際そのまあ,あの、まあ、マーケティング実際やられている方だとですねあの例えば、えー、囲い込み。 っていう言葉があったりですね、もしくはその、まあ、すり込みとかですね。 あと、まあ、まあ、いろんな、その、まあ、あの、ユーザーさんをある意味下に見た形で、その表現をすることって応援したわけですよね。で、その中でも特にですね、その、ま、今回、木娘をしゃぶ付けっていう言い方をするとですね、まあ、非常にこう言葉尻は悪いんだけれども、そのス娘っていうのは要するにですね、あの、まだその経験をしていない人たちに対して、ま、しゃぶ付け、まあ、非常に強い、そのね、依存をしてもらえるようなマーケティングをしましょうよっていう意味でしかないわけですよね。まあ、そういった点で言うと、その、ま、今回問題になった人物の言ったことと、 もしくはその表現とですねこう非常に大きく回離してるわけですよねあの。なんていうのかなその正しいこと言ってるんだけども言い方が悪い。 でその言い方の悪さっていうのもその業界特有の言い方の悪さなのであってそのじゃあそ本当にそのなんかこう薬漬けしてね何かやってやろうかってそういう話は本当にないわけですから、まあ、そういった点でいうとその表現の仕方が悪かったねとでましてはそのコンシューマープロダクトを扱ってるそのマーケティングの人がそのユーザーを下に見るかのような発言をするっていうのはまあ望ましくないと言いながらもこれはやっぱりその、まあ、我々がこうある程度その、まあ、企業系の、ね、会社でそのコンサートやってる側からすると襟、まあ、を垂らさなきゃいけないことってたくさんあるわけですよね。 でその点で言うと、そのまあ、今回その、まあ、プロクターギャンブルっていうその外資系の,その、まあ、非常にこう、まあ、強いトレータリーの会社ですね。まあ、国際的大企業。 の、その、マネジメントだとか、マーケティングなどを、つかさどっていた人たちはですね、まあちょっと適切な言い方かどうかわかんないですけども、その、まあそういう、その、あの、強い言葉を使って、ユーザーを取りに行くんだっていう、こう、なんていうような、こう、ウィルを持たすってのは非常にこう、あの、望まれる、好まれるわけですよね。で、まあこれはその、私、まあちょっと別のね、外資系の会社さんでマーケティングとか、まあウェブ系のやつやってますけれども、 あの、皆さん、あの、ちょっとお聞かせできないような表現を会議で使ったりはします、それは。で、それはその、もちろん、その、そういうことを本当に足かれと思ってあるものではなくて、えー、まあ、そのね、えー、まあ、そのものに対していかに強く訴求するかってことについて、まあ、議論するにあたって、えー、そのぐらいの気持ちでっていう言い方ですかね。で、まあ、要はその犯罪に死するような、 あの、まあ、言い方はするんだけれども、あの、まあ、ほんか本当ね、こう、ちょっと、まあ、その中でも比較的本当なの押し込んでやれとかね、あの、奪い取ってやれとか、そういうことを、あ普通に言うわけですよ。で、そういったことで言うと、その、我々からすると、その、じゃそれがその、商業人としての倫理上の問題だとか言われちゃうとですね、まあ、ドキドキするわけですよね。もっとひでえこといっ,ぱい,いっぱい使ってんじゃんよ、というしてるわけですよね。だそこは、その、やはりその、まあ、今回の、まあ、事例で言うと、まあ、非常にその、えー、まあ、一般の人たちもね、受講生 の中にいいいるとととうことで考えていくとやはりそのリップサービスが過ぎたと、えー、業界の、ね、中だけでその話をしている分には問題なかったかもしれないけれども、まあ、普通の学生さんもね、いっぱいいる中でそういう適切ではない文言を並べるとですね、当然その、えー、先生はこんなことを言いましたって言ってですね、学校の当局に言ったりとかするケースって、まあ、大いにして起きるわけですよね。そうすると当然のことが大炎上するわけじゃないですか。なので、まあ、そこはその、まあ、いろいろ考えていく必要があるのかなというふうに思います。で、まあちょっとこれと並行してなんですけど、まあもちろんその早稲田がいいか悪いかでいうと、僕は早稲田にも もちろん何も悪くないと思ってるんですけども、まあ、その同じような、ね、大学でやっぱビジネススクールにおいて特にあるのはです、ね、いわゆるそのその論文を書いたことのない教員の方ですねでそのいう方がですね、まあ、ある意味企業生活の延長線上でその大学にその彼らからするとりてくる。 あの更新を指導するっていうのはその彼ら彼らすると現場を離れるということなのですね降りていくっていう表現はそうですねあの大学の方に降りていきましたみたいなことをまあ言う方って結構少なくなくいらっしゃるんですよ、まあそれでもやっぱり最近の方はあの大学で教えることを一気に感じてですねもうどんどんやっていこうって方もいらっしゃるとは思うんですけれども多分ちょっと一昔の前の方々からするといわゆるその学務あの実務化型教員っていうのはその現場から離れざるをえなかった人が、まあ、何らかの理由でね離れざるをえなかった人がその教授職を やらざるを得なくなると。いうことでですね。まあそういった意味で言うと、その本当に降りていくみたいな表現をされると。で、これが例えば東京大学とかですね、もしくは慶応義塾大学とか、早稲田とか、まあそういったところの教授職に行くとですね、え店になるんですよね。<laughs> こう、なんていうのかな。あの、やっぱそこにも序列ってのは、ね、世の中にやっぱあるんで、そのまあ、どこどこ大学のね、えー、教授だとか、その客員教授とかってなると、やっぱ下に見られるけれども、それがこうね、えー、まあ大手国立大学とかですね、まあその六大学の方に入ってくるとですね、もう急にこうね、威張り始めるわけですよね。<laughs> <laughs> その辺りでそうね、言うとその、まあ山本君もそのいろんなところでご活躍なんだが、うちでね、え、まあ2回ぐらいこう、外でうちに来て喋ってよとか言われるんですよ。で 基本的に私そういうの断るんですよね。で、そのなぜ断るのかっていうとですね、その彼らのそのシルバスっていうのを書くわけですよ。で、私もそのね、えー、いろんなところです。例えばその東京大学の政策ビジョン研究センターとかに行った時はですね、もちろんその講師ではないので、その学生の方に直接教えるってことはないんだけれども、まあ、いろんな教授の方に呼ばれてですね、お前ちょっとここでこういう話をするから喋ってよと言われるわけですよね。で、そうするとですね、まあ非常にこう安い値段で喋らされるということだけじゃなくてですね、その,その限りの話をね、一回からポンとしたってですね、やっぱ学生さんわかんないよ ですよねなのでじゃあそれをその具体的にその学生さんの血となり肉となるようなことにしていくぞみたいなものになっているんですよまた全然違うようなやり方を考えていかなきゃいけないんだけれどもそこまでは手を突っ込めないっていうことでやっぱりその無責任になるのかなってことで私なんかはそのあまりその、ね、1回や2回の,そのまあちょっと前出てってよみたいな記念講義みたいなものはよっぽどお世話になった方以外にはまあやらないようにはしてるんですけれどもやっぱそれでも大学っていうのは名誉職で素晴らしいっていうふうに思う方ってやっぱたくさんいるんですよね。でそういったところでその 自分はね、いかに素晴,い素晴らしい業績を上げたビジネスマンであったかっていうことはですね、やはりその、まあ若い人たちに対してこれから学問を志したりとか、そういう実務家型教員のね、教えをきちんと受けて、その自分の仕事に生かそうと思っている人がすると、やっぱりその一言一言はものすごく大事に聞こえるわけですよね。だそういったところをうまく使いながら本当はやっていくべきなんですけれども、ただ実際にはですね、そのまあある意味、まあこれは適切な言い方かどうか分かりませんけれども、大学からするとそういうその大手企業から来るその、例えばマーケティングの方とかマネージンの方とか、 たっ,った方とかっていうのを呼んできて、で翔平教授になったりとか、そのまあ、客員教授やるのである意味客寄せパンダなんですよね、まあ。そういった人たちが、あうちの大学に来て交渉してくれるぐらいうちの大学っていい大学なんですよってことを知ってもらいたいがゆえにです、ね、あ,の、まあ、ある種、そのおいろんなことで出入りしてもらうようにすると、でさらにはそこにか、まあ、別の話として、ですねやっぱ私立大学は特にですけれども、その経営が苦しいので、えー、そういう実務官方教員を引き受ける代わりにそのお、寄付講座をお願いしますと。 いうようなこと、もしくは共同研究をお願いしますというようなことって、温床起きるわけですよね。で、これは、それこそ医学部、薬学部の世界もあるし、まあ、法学部だとかそのビジネス系の MBA の件でもありますし、まあ、いろんなところでその産学で合緒させていただく企業の実務学教員引き受けるから、まあ、そのバーターとして、えー、まあ、ある意味そのね、えーまあ、お金をくださいなというようなことで、その営業の一環になっていると。要はその大学のポストをですね、まあ、ちょっと適切な言い方かどうかまた別の問題ですが売ってると。 いうことだと思うんですよね。で、そこに、えー、まあ、うまく、そのね、席を受けた人は、その、例えば2年間の客員教授っていう名前を使ってですねで、それはそのセミナーをやったりとか、もしくはその著述活動をやったりとか、のテレビに出たりとかっていう形で、まあ、それで回収していくということもまたあるわけですよね。もちろん、それ、それがその、まあ、一つのね、ビジネスサイクルとして、もう完成されちゃってるので、それを今からやめろってもなかなか難しいんだけれども、でもやっぱりそこで、例えばその政府員に呼ばれる前に一回腰掛けて、どこどこ大学の准教授の職をや,やりませんかとかです、まあ、私にして 実際にはそういうことって横行してるんだろうななんてことは思うわけですよね。で、まあ 今回の件では特にですけれども、あの、まあ、残念なことにですね、その、マーケティングの世界の話は今申し上げたように、その非常に強い言葉を使うってこれ何なのかっていうとですね、やっぱりその、プロクターギャンブル、P&G もそうですけれども、その、じゃあ P&G の商品をですね、例えばその、まあ、なんかそのね、シャンプーでも何でも石鹸でもいいんですけれども、その P&G の製品じゃなきゃ嫌だって人、どれだけ怨念なって話なんですよね。で、これっていうのはその、まあいろ、いわゆるその自分のな慣れ親しんだ製品、慣れ親しんだ会社のブランド、 を使うっていうことに対して非常に地道を上げるんですけれどもこれはそ,のまあそれこそ森岡さんとかまあいろんなお話されてますけど確率で決まるものなんですよね。で特にその、まあ、あの民生品で他の製品と大きな違いのないものに関してはそのブランドが商売に占める割合が大きいものですからどうしてもそのユーザーに対して刷り込みをしたい囲い込みをしたい、まあ、そのまあ,ある意味しゃぶ漬けにしてねその体験を持たせてその体験が自分の,あの人生の中でこれは大事なものなんだっていうことを知ってもらうためのし 仕掛けっっっっててていいうううののを作っていきましょうよよはまあ今回の趣旨だったと思うんですよなのでその例えば牛丼をね初めて食べる女の子がですねあ牛丼はこういうおいしいものなんだなんか必要な時にそのちょっとお腹がすいた時にねフラット入って食べられるその、まあ、あのファーストフードの中でも手軽なものなんだって思ってそう,いうそういうことでその、えーまあ、ある意味その彼女たちの生活に入り込んでですね、まあ、そこから消費行動の一つのルーティンの中に、えー、牛丼を食べるっていうのを入れてもらうことの尊さみたいなことをまあ彼は言ったんだと思うんですよね。 あのそこはそのやっぱり組んであげるべきだというふうに僕は思うのとその、まあ、ちょっと今回特に思ったのはその言ったこととその,表現の中身の差ですよねあのこの差が大きいがゆえに炎上はしたんだけれどもでもそれっていうのはそのあかん行為をする作家の作品はいい名作だってそれはあじゃないですかでも作品の中身と作家の人間性っては違うんだってことと同じようにですねそういうその表現の仕方をした講師の人間性とですねそういう人が伝えようと思った知識ってこれまた違うんだよと。 いうこともですね、やっぱりちょっと切り分けて考えていかないとですね、まあ、まあ、それこそその、おね、思わぬことで炎上させられてですね、でも、誰も擁護してくれないっていうような形になると、それはそれで、まあ、ちょっとかわいそうなのかなっていうのを、まあ、まあ、若干思うわけですよね。で、それは、あの本当に業界連れをしてる人からすれば、別にそんなめちゃくちゃなこと言ってないじゃんと、表現悪かっただけだよねっていう話はやっぱなりがちなので、まあ、そこは襟は正すにしても、まあ、そういう真意はぜひ皆さん知っておいてですね、まあ、今回の事件を見ていってほしいなというふうに思いますね。まあ、別にそのね、 そのシャブ付けがいいからそ,いいそれはやはりそのマゲリング用語の,その汚さっていうかまあある意味そのねあの兵隊さんを訓練するね共感がですね非常にこう汚しい言葉を使うどうですかお嬢さんみたいなことをね兵隊さんに言うのと同じような感じだと僕は思うので,です、ね、そこはちょっと割り引いて考えてあげる方がいいのかななんてこと思いますけどねはい皆さんいかがお考えだったでしょうかということで今回の話はこれで終わりたいと思いまますどううもありがとうございしした失礼します。